隣のお姉さん、という文面を見て、君は一体何を思うだろうか。高根の花？近くて遠い存在？青春の1ページ？今回紹介するスレは、そんな想像をかき立ててくる隣のお姉さんが、一致の家に突然、家出をしてくるところから始まるぞ。隣のお姉さんが、家出してきたんだが、お姉さんの真意と、スレ民たちのぬくもりを感じながら見ていこう。両親と喧嘩したらしい。対応に困っているんだが、どうするべき？小さい頃から世話になってるから、力になってあげたいんだ。俺自身、混乱してて、どうすればいいかわかんねえ。まさかの緊急事態に、取り乱しながらスレを立ち上げた一致。落ち着けばいいんじゃね。ごもっともすぎるレスをされた一致だが、言われて落ち着けるようならスレなんて立ち上げていないよな。落ち着けない。とりあえず、今日は止めることになったけど、やっぱ家に返す方がいい？一日止めて、親とその人の気持ちを落ち着かせてから、説得しろ。とりあえず、その方針で行く。止めるとは言ったものの、着替えとかないけど、どうしよう。ここは男物のデカめのセーターだろが、というスレミンのアドバイスは横に置いといて、イッチは自分のジャージを手渡す。でも、ジャージもいいよなぁ。他にも様々なアドバイスが寄せられた。料理ができるなら、飯作ってあげて。風呂とか、寝る場所の支度とかしたら、なるべく放っておいた方がいい。家で経験のある身としては、帰った方がいいんじゃないか、とか言われるのは困る。相手の気が済むまで、話を聞く。とりあえず隣に連絡だろ、JK。はい、スレ終了。ご両親には、こっそり連絡しといた方が、いいんでないか。とりあえず事情聞いてあげて、落ち着かせることが先決だろ。何があったか、聞いてみろよ。赤の他人であるスレミンから、いくつものアドバイスが届いた。しかし、お姉さんの両親からは、一向に連絡が来なかったようで、イッチはそこが気がかりだった。携帯持ってきてるけど、連絡来てないみたい。親の対応ってこんなもん？このスレが立ち上がったのは、夜の10時を、過ぎた頃だった。隣のヨシミとして、日頃からイッチの家に出入りしていたお姉さん。家出ではなく、いつものようにちょっと遊びに行っているだけ。だとお姉さんの両親が勘違いしている可能性も出てきた。だからといって黙っているわけもいかなく、お姉さんがお風呂に入っているタイミングを見計らい、両親に連絡を入れることにした。しかし、電話つながんね。隣行ってくる。そしてイッチとスレミンの予想は的中する。行ってきた。俺のところにいると思って、特別心配はしてなかった様子。着替えとか渡されて、今日は頼むとか言われたけど、連れて帰ろうともしないってどうよ。いいんじゃないか？どうせ隣なんだろ。今は、両親に行ってきたことは伏せておいた方がいいかも。着替えをなんで持ってるのって話に。預かった着替えを渡したいところだが、渡してしまうと、両親に連絡を入れてしまったことがバレてしまう。お姉さんには、両親に連絡をしないでほしいと言われている以上、絶対にバレるわけにはいかなかったのだ。下着だけでもコンビニに買いに行く提案もあったが、まだ未成年であるイッチには、荷が重すぎた。ではここで、イッチと、お姉さんのスペックを簡単に紹介しておこう。いるとは思えないけどスペック。俺16歳、高校中退。お姉さん20歳、身長、160くらい、髪は肩までのストレート、茶色、胸は D ぐらい、こんなもんかな。パッと見、馬展開が予想できそうな流れだが、綺麗な人だとは思うけど、特別好きではない。性の対象でもない、ありえない話だけど、今日迫られても、何もしない自信はある。だそうだ。16歳未成年でありながら、一人暮らしをしているイッチ。一体どんな背景が？お姉さんとの関係性は？まずはそこから見ていこう。俺が一人暮らしなのは、ちょっと前に両親が、だから、駆け落ち同然だった両親の息子だから、親戚たらい回しにされて、結局何もしないでいいからと言って、おじの家で引き取ってもらった。俺は今の家に、おじと住んでることになってる。お姉さんの家は隣だったから、小さい頃からよくしてもらってた、両親が。だあとは特に世話になったよ。一般的には高校生として学校に通っているであろう年頃のイッチ。
金銭的な理由で、高校は中退していた。だが、学びたいという意欲は消えていなかったようで、現在は大学進学を目指しているとのことだった。姉の理解者なってやれ。無理に詮索はするな。家に泊めてやれ。あと、何か食わせてやれ。ベッドなら、ちゃんとベッドを貸し与えてやれ。で、今は姉さん、どんな感じだ？ベッドのある部屋にいる、様子見に行ったら、しばらく泊めてほしいとのこと。晩飯は食べてると思うけど、何かいるかな？ポテチぐらい買ってきて話するか。疲れたみたいだし、寝ればと促すかじゃないかな。温かい飲み物でも持っていけば。風呂上がりならむしろアイスを。個人的には、風呂上がりのフルーツ牛乳が欲しいな。じゃあ明日の朝ごはんの仕込みだ。今日の味噌汁の残りと、他に何か適当に作るよ。翌朝になれば、お姉さんも少しは落ち着くだろう。そうすれば状況も見えてきて、解決策も見つかる。はずだったのだが。なんか鳴き声が聞こえる。どうしよう。行った方がいいのか？とりあえず、温かい飲み物の準備して、姉さんのところに行け。行って慰めてこい。それが男だ。何も言わなくていいから、いい子いい子してあげるんだ。こうして一致は、お姉さんの元へと急いだ。そして30分後、一致は戻ってきた。話聞いて、寝かしつけてきた。期待を裏切るようで悪いが、何もしてないぞ。話を聞きながら慰めた一致。お姉さんが、家出を実行するに至った経緯はこちらだ。んじゃ、詳細。お姉さんは中学卒業した後は、家の仕事の手伝いをしていて、そのせいで友達少なくて、結構寂しい思いをしてる。卒業した当時は、稼ぎはいいし、家の手伝いをすることには特に不満はなかったけど、今は二十歳にもなってまともに恋愛もしたことないし、世間知らずな自分にコンプレックスを持ってる。だから、今から勉強して、高校大学に行きたい。っていうのが、お姉さんが両親に話した内容。両親は、今から勉強して高校大学を出る暇なんてない。恋愛なんかしなくていい。うちの一人娘なんだから、ずっと一緒に暮らせばいい。と言っている。お姉さんは、自分がバカなことを言ってるのはわかってる。でも、自分の人生決められてるみたいで嫌だった。って理由で反発したらしい。過干渉親に困り果てた子供が、自立したいという話だった。この内容に、スレミンは珍しく真面目なレスをするしかなかった。俺27だけど大学に通ってる。同じ学部の友人には35過ぎてる人もいるしな。お姉さんにそういう人間もいるって教えて励ましてやれ。俺はこれっぽっちもバカじゃないと思うぜ。お姉さんの言い分はもっともだ。ちゃんとした理由があるんだから、胸張って、高校でも大学でも行けばいい。お姉さんを応援したいね。親に人生決められるのは、楽だけどひどくつまらない。一致は、なるだけお姉さんの力になったげな。具体的に何しろと言えないけど。我が子を束縛してまで、身近に置いておきたいと願うお姉さんの両親。それに反抗して、学校に行きたがるお姉さん。一致からすると、どちらの気持ちも理解しがたいものだったらしい。自分の意見ってものがないから、アドバイスとかできないし、何を言ってあげればいいのかもわからない。とりあえず、姉さんを助けてあげたいと思ってはいるんだよな。なら、姉さんが納得するまで、部屋は貸してあげられるなら貸してやれ。多分、それが今の君にできることじゃないか？ここで一致から補足説明が入る。ちょっと補足しとくと、お姉さんは働きながらって考えではない。全日制の高校に3年間通って、大学も行きたいって言ってる。学校に通うことが目的だと。二十歳という年齢で、全日制の高校に通うことを望むお姉さん。数字にしてみれば、たった4、5年ほどの差かもしれないが、同級生とのジェネレーションギャップや、体力面での差に、打ちのめされないかどうか、心配をするスレミンが出たのも事実だった。一致とスレミンは、その後も討論し合った。だが、リスクを冒してまで全日制を選択するお姉さんの真意は、憶測でしかわからなかった。で、一致とお姉さんの間には、やっぱりなんもないわけ？なんもない。さっき寝かしつけるときに、で、握っててもらえますか？って言われたときは、ちょっとドキッとしたけど、
真面目な話の流れから、危うくスルーするところだったが、それは、なんかあった、に値する事項だろう。スレミンもスルーを回避して、無事に食いつけたようで。なんで今お前はここにいる？手を握ってなくて大丈夫なのか？何？何にもないって言った後にそれはねえよ。繋いだのか？ちょっと変わってくれないか。というように盛り上がりを見せた。それに対し、寝たからもういいかなと。というよりユーレスをかますイッチ。挙句の果てには、相談に乗ってくれたから、お礼の一つくらいしたいんだが、うぷはなぁ。そういえば、着替え預かってるんだったな。やめておこう。というような、思わせぶり言動を発動できるほど、イッチも落ち着きを取り戻していた。おじに生活費出してもらってるようだが、お前自身はどうするんだ？いつまでもおじに出してもらえないだろ？18から働くのか？進路考えてるか？そのうち、一人のスレミンから、イッチにこのような質問が投げかけられた。大学には行くつもり。それから就職する。無理なら、一人分の生活費ぐらいは、バイトでもして稼ぐ。それも無理なら、のたれ、ぬしかないな。お姉さん家で案件に気を取られていたが、イッチ自身も、かなりの境遇の持ち主だったことを、忘れてはいけない。そんな苦労だらけのイッチに、スレミンたちは最後まで付き合うことを決意してくれた。そうか。信頼できそうなイッチだな。相談するのは構わないが、お姉さんとくっつく展開に持っていこうぜ。レスする気力もないほど頭回ってなかったけど気になってリロードして斜め読み続けてたな。いいように収まるといいな。お前の朝飯の献立を見るまでは、俺もいる。心強いぜ。万が一告白されるようなことがあれば、くっつくかもしれないけど、その展開が見たいなら、そうなるように誘導してくれ。俺は何もできん。たくさんのスレミンから勇気をもらったイッチ。その後も、お姉さんにどんな風に話をするのか、高校に無事行けたとして、その先はどんな大学に行きたいのか、もしかしたらお姉さん実家の果物屋を継ぐという可能性もあるのではないか、など、到底背けることはできない現実的な問題について話し合われた。前日からスレミンと討論を続けていたイッチ。気がつけば、朝6時半を過ぎようとしていた。起きてきたから朝飯作ろうとしたら。私が準備しますから、よりおさんは待っててください。とのこと、甘えさせてもらおう。お姉さんの作った朝ごはんを食べ、後片付けも無事に終了。さあ、スレミンたちと考えたレスを参考に、話し合いのスタートだ。片付け終わったみたいだし、話してくる。それから間もなく、イッチは予想よりも早く帰還した。話してきた。結構本気だったみたいだ。18歳ぐらいから考えてたらしい。約2年分の給料は、ほとんど貯金してあるから、学費は自分で払うつもりと言っていた。代券を受けることを提案したら、よりおさんがそう言うなら。ってことで、案外簡単にうなずいてくれた。いろいろ暗示してもらってたのに、あっさり決まってしまってなんか申し訳ない。お、代券で納得してくれたなら一番だな。よかったじゃん。あとは両親だけだな。今は両親を説得できる気がしないな。高校は簡単に諦めたし、代券に関しても俺が勧めたからという理由だしな。考えてることがよくわからん。一致に勧められるがまま、代券を了承したお姉さん。早速勉強を開始するそうだが、勉強場所は一致の部屋でやりたいという希望らしく、そのままの流れで、同棲になる可能性も見え始めていた。自分の意見を持たずにふわふわ状態のお姉さん。後先考えずに一致を巻き込んで行動をするお姉さんに、さすがに一致もイラつきを見せ始めた。すかさずスレミンからフォローが入る。一緒にいろいろと考えてみたらどうや？自分だけのためよりも深く考えれて、自分の役にも立つよ。何かあったら、いつでも好きな時に来れるようにしてあげたらいいんじゃね？ここから、お姉さんの名前を桃子として話を進めていこう。このスレで言われたことは、全部念頭に置いてるつもり。時間が経ったらもう一度考えてみるよ。しかし桃子さん、張り切ってた割に、やることはゲームか、おじからもらってる食費を節約して買った、Xbox360 がうるさいぜ。
一つ突っ込んでいいか？遊んでる場合か。おっしゃる通りです。俺は何すればいいの？素でわからん。両親の説得については、今は桃子さんが話し合い放棄してるし、勉強も今日くらいは休みでいいかなって思ってる。昨日から寝ておらず、心身ともに疲れているであろう一致。それでも、お姉さんに対する優しさだけは忘れてなかったようだ。そんな一致に、いつもなら毒を吐くスレミンたちも、心なしか優しかった。勉強休みなら時間はあるんだよね。それなら、桃子さんと遊んでやってもいいんじゃない？遊びながら、重くならない程度に小出しで学校とか、どうしたいか話せばいいんじゃね？いくつもの有益なアドバイスレスの中から、一致が参考にしたのがこちら。ボケーっと放心状態で画面見続けてやれ。桃子さんに心配されるくらい。口を開けたまま画面を凝視する。どうかしました？怪訝な顔でこっちを向く桃子さん。ツッコミまで21秒だった。作戦開始からたった21秒で成功。スレミンはやっぱり優秀だった。そしてこれに味を占めたスレミンは本領を発揮し出すのである。普通に甘えてみれば、一人暮らしは寂しい的なニュアンスで。甘えるとか勘弁はずいよ。小さい頃読んでたみたいにお姉さんを読んでみればいいんじゃね。怪訝な顔されたらごめん、小さい頃を思い出してついとか適当に言い訳しろ。行くぞ。桃子お姉ちゃん。何ですか？あ、いや、何でもないです。なんで動じないんだあの人は。追いついちゃった。一致。桃子お姉様に、なんで敬語なのか聞いてくれ。そういえば、なんで俺たち敬語で話してるんですかね？私は、よりおさんが敬語で話し出したからだったと思いますけど。そうでしたっけ？はい。私は敬語でなくてもいいんですけど。俺が掘ったんか。理由思い出せんな。敬語は継続してもらう。すでに敬語萌えの人いるし。昨日よりは意思疎通ができるようになった二人。お姉さんからの提案で出かけることになったようだ。正午までまったりしようかと思ってたが、桃子さんにどこか行かないかと誘われたので行ってくる。帰宅は6時頃になると思う。スレ残ってたら報告するよ。落ちてたらパーソクに立てるかも。その後、勇士たちによる保守のおかげでスレは保たれ、一致は無事に帰還。一致からの報告がウプされた。最後の書き込みの後、準備して出発。桃子さんが、服選びにかなり時間かかってたので、正午を過ぎてしまっていた。どこに行きますか？決めてなかったんですか？俺はどこでもいいですよ。どこに行きますか？2回目ですよ、それ。腕を組んできたが、いつものことなので気にしない。ちなみに、私たちカップルに見えるかもねとかいう会話は一切ない。これもいつものことなので気にしない。時間も時間だし、田舎はどこかに遊びに行くとなると移動だけで1時間はかかるので、近所にあるファミレスで昼食を取ることにする。よりおさんは、何にするんですか？俺はこれで。じゃあ、私もそれで。食事くらい、自分の好きなものにした方が。食事の最中、なぜか桃子さんが両親の説得について話を振ってきたので聞いてみたところ、明日、話に行くからついてきてほしいとのこと。元よりそのつもりなので、もう満体。旗から見れば、まるでカップルのデートのような姿だよな。その後も、二人仲良く買い物に出かけたり、電車の移動中に寝落ちをして、お姉さんの肩に寄りかかったり、かからなかったりしたようだ。デパートを出て、用事を済ませるために別行動をとる。その後は合流して夕飯の買い物へ。夕飯は、スレで肉を食えと言われたのでステーキを提案しておいた。何かのお祝いですか？いえ、特に意味はないです。私との共同生活の始まり、というのはどうですか？じゃあそれで。桃子さんは、思いっきりそのつもりらしい。お姉さん、同居する気満々なのかよ、わら。なんかもう、今夜一線超えそうだな。一致からの平和なデート報告に、様々な反応を見せるスレミン。昨日、最後まで付き合うと誓ってくれた時の反応が嘘のように、それはそれは冷たいレスが返ってきた。最初は追いつきたくて必死に呼んでたのに、途中から追いつきたくなくなってきてしまった。追いついた。鬱だ。つーか、
パーソクも何も、明日、相手の両親と話して終了だろこれ。延々と同棲日記書きたいなら、ブログでいいじゃねえか。一気に釣り臭くなったな。こうなると、このスレが過疎化するのも時間の問題かのように思われた。しかし一気には、スレ民からのアドバイスが必要なのだ。明日で終了できるように何かいい案を考えてほしい。コテの通り俺は自分だけじゃ何もできないんだ。一致は素直に助けを求めたが、一度離れてしまった心は、そう簡単には戻っては来ない。こうなったら奥の手を出すしかなかった一致。夕ご飯を済ませた後に次のような行動に出る。戻った。少し話したんだけど、やっぱり考えてることがわからない。もう明日のことは諦めた。家庭が崩壊するのを見届けることにする。アフターケアでも考えとくよ。うぷした方がいい？今すぐは無理だけど、寝てる時に着替えあさるくらいはできる。今まで堅くなにうぷを拒んできた一致。潔い寝返り方だった。それよりも気になるのが、一致のお姉さんに対する考え方だ。どうやら二人の間に、不穏な空気が流れ始めているらしい。説得なんて簡単だとか、無理だったら家飛び出してでも自分のやりたいようにするとか、ヘラヘラ笑いながら言うし、そんな甘いものじゃないって言ってやったら、大丈夫としか言わないし、そんないい加減気持ちなら諦めろって言ったら、そうするかもしれないって、ほんとわけがわからん。みんなの行為を踏みにじることだし、ご両親だってかわいそうだし、何より、大好きな桃子さんが、あんなことヘラヘラ言ってるのが我慢できない。今まで、年齢にそぐわないほどの冷静さを持っていた一致、すっかり頭に血が上ってしまっていた。ここまで来て、見放すこともできないだろう。スレミンたちから諭される羽目になる。自分が理解できないからって、切り捨てちゃうのは早計だと思うよ。もしかしたら、本当に覚悟決めてて、これ以上より鬼に迷惑かけないために茶化してるかもしれない。もしかしたら、楽観的に考えすぎてるだけかもしれない。そういう可能性は、今現在、桃子から頼られてるよりおが冷静に考えてあげて、話してあげてもいいんじゃないかな。頼られる側って、頼ってきた人に対して、背負ってあげなきゃいけないこともあるよ。ヘラヘラじゃなくて、重い空気になって気まずい感じになりたくないからじゃないの。正直、開き直るしかない時もあるからね。本気で大学を目指してるエッチにとって、怒りに触れる対応だったかもしれないけどさ、人は常に、感情を表に出して生きてるわけじゃないよ。スレミンたちのおかげで、再度冷静さを取り戻したエッチ。大好きなお姉さんと、もう一度話し合うことを選んだ。そして、40分が経過しようとした時に、一致が戻ってくる。俺本当にバカだ。桃子さんのこと、何もわかってなかった。ちょっとまだ、頭混乱してるから要点だけ。高校大学に行くことは、特に反対されてなかった。学費も出すと言った。でも、学費は自分で出したいと思ってるのに聞いてくれなかった。お金を出してもらうことは、迷惑をかけることだと思ってる。関係を壊してしまえば、迷惑をかけることもないだろうと思った。両親は、あんなひどいことは言っていない。侮辱するような嘘をついているのが知れたら、関係が壊れるだろうと思って、わざとやった。最初は、俺に甘えるつもりだった。でも、迷惑かけてばっかりだから、やっぱり一人で頑張ろうと思った。だから、俺の前では煮え切らない態度をとっていた。とにかく一人立ちをしたかったお姉さん。自分なりに色々と模索した結果、今のような状態になっていたようだ。今までのお姉さんの言動に疑問を持っていたスレミンたちも、一致からの報告によって、解決したようだった。なるほどなぁ。桃姉さんが変だったのはそれでか。つまりヘラヘラ笑ってたってのも事実で、なんでかといえばそれは、一致に嫌われるための演技だったってことか。不器用な人、空気の読めない人など、世の中には、普通に生きていくことに苦労する人がたくさんいるが、お姉さんもそのうちの一人なのだろう。人のことを考えすぎてしまう、不器用すぎる人なのだ。そして一致は明日の話し合い参加のため、一度眠ることにした。いい加減限界だな。寝る。パーソク使ってないし、明日結果報告でもするよ。この言葉を最後に、一致からの報告は見つかることはなかった。
16歳という若さで苦労続きの人生を送ってきた一致と、両親から自立するためにあがき続けたお姉さん。二人の今後がどうなったかはわからないが、きっと今よりも成長できたに違いないと思う。いかがだっただろうか。人間の数だけ生き方も様々で、その生き方を変えるにはそれ相応の努力や行動力も必要になってくるよな。たとえそれが、自分一人ではどうにもできないことでも、一致とお姉さんのように、血のつながりのない人同士で、支え合って行動を起こすことも可能なのだ。自分の現状から抜け出したいと思っている人がいたら、何でもよい、何か行動を起こしてみよう。きっとそれが足がかりになってくれるぞ。